練習行きましょう。いつも公園だよ。あそこしかやる場所ないもん。あそこだよ。家どの辺なの？関東？川口の方なんだ。最後のドレさんの練習、日曜日空いてるのは見に来れば？暗いね、もうね。うん。しっかり夜です。まあ6時半だからしょうがないよね。はい、どうもどうも、ワン太郎さんいらっしゃい。え、ワン太郎？え、乃木編じゃないの？え、なんだこれ。あ、ワン太郎か。最近タクシー、いや別にタクシー多いとは思わないけど、そっか、大変だね。毎日の日課になってきたね、トレーニングはね。トレーニングは日課になってきたよ。今日は新しいトレーニング法をドレさんから伝授されたので、今日はいつもとメニューが変わります。うん、頑張るよ。そう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 、よく知ってるね、ワン太郎。そうだよ。もう肺炎みたいなの治さないとな。いや、縄跳び縄跳び縄跳びとバックブローとソバットだね。初見さん、ありがとうございます。面白かったらフォローしてってください。和道です。
肺が苦しい。喘息出てんのかな。はい、ゴンタいらっしゃい、いつもありがとう。ワドツ、釈迦はね、やっと元気ちょっと出てきたけど、ちょっと様子見ないとね、釈迦も。釈迦元気ないんだよね。よし、いつもの公園着きました。いつもの公園でーす。ミミズゲーム超面白いよ。俺もやってみたけど面白かったよ。俺がね叩いたスコア45,000点かな。45,000だから46,000取ったね昨日。超面白い。やってごらん。ハマるよあれ。俺もやってるけど。ルール分かんなくてもできるよ。俺も分かんなかったでできるもん。やってるやってる。放送ではやってないけど。マンタロウさん、メガで取ると視力どんくらいですか？あー、視力乱視がひどい感じかな。ボヤボヤになる感じ。 0.4 とかじゃない。 0.4、0.6 でずれてるんだよね。試合中大変だよ。当たり前じゃん。縄跳びなんか小学生ぶりにやるぜ。
ないわら。似合う似合わないじゃねえかんな。やるしかねえかんな。やばい。似合うとか似合わないの問題じゃねえだろ。ワンタロウインドいつ行くんだ。決まったの。お金貯まったんだろワンタロウ。できない。二重跳びもできないよ。運動神経ないの知ってるでしょ。こんばんは。むずい。万太郎さん、10月の日その前に挨拶行きます。あ、本当に？ OKOK。 10月ね。頑張るよ、万太郎。負けんなよ。難しいな。万太郎さん、ありがとうございます。和道さんも負けないでください。超むずいな、飛び。おう、頑張るよ。ボイズオンザランね。俺がいかに運動神経ないか分かるでしょ。しかもこれ超疲れるわ。これ超疲れる。理にかなったトレーニングだね。すげえ疲れるわ。なんだこれ。
あ、お疲れ様です。芝子さん、いつもありがとう。ふみたん、アットマーク、かずみちおしさんバーガーをプレゼントしました。バーガーありがとう。バーガーありがとう、ふみたん。アイテムありがとう。100回続かねえな。100回続かないね。そほど地味だね。ドラムでも何でもそうだけどさ、基礎ほど地味。
20回しかできない。イライラする。30回できねえよ。イライラするわ。なんで縄跳びもできねえんだよ。
あーめっちゃ悔しい。20 30。福山商店やすさん陰ながら応援してます、ありがとうございます。30、今日絶対100はできるようになろう。今日の目標100。それで一回枠取り直します。島さん近ければトレーニング方法を教えてあげたいですけどね。島さんいらっしゃい。近いのかな。本当いらっしゃい。風強いね今日。今日風が強いよ。長
ない方がいいな。マリアンさん、和道さん、頑張ってくださいメガホン。マリアンさん、ありがとう。頑張ります。ありがとう。こんばんは。おっちゃん勢さんいらっしゃい。いや、100回もできない。今最高30回。今日の目標100回。
全然うまくいかねえな。亀尾さん、お、また変えたんだ。テリンちゃん。亀尾さんいらっしゃい。ジュース買ってくるわ。KP、 うめえな。30、34、今現時点で34です。記録更新しました。34か。コンタサクランボさん KP 34。行った行った。クソ、39回、39 39 39です。クソ悔しいな今の。
子さん、まずは目標50。そうだね、まず50から行こうか。まず50から。なかなかうまくいかねえもんだな、何事も。何事もそんな甘くねえな。ダイソンさん、かずみちさん、こんばんは。ダイソンさん、いらっしゃい。またピント合わねえのか。このカメラもやだな。新しいカメラ欲しい。もうほんとストレスだよ。なんずれるんだよ。
大変だね。はい、イライラする。スパーリング、日曜日空いてますか、グッチさん。日曜日空いてますか、来週の、今週か。次の日曜日空いてますか、グッチさん。僕、旅に出ちゃうんですよ。来週の日曜しか空いてないんですよ。ブッチさん、来週は仕事。ああ、じゃあご縁がなかったということで、すいません。ありがとうございます。感謝します。
バグってるな。バグってる？寒くない？今日あったかい。あ、あつしさんだ。どうもでーす。明日雨か。タバコ吸いに行こうか。
うん、一服中。哀愁漂ってるでしょ。おー、バタフライテールいらっしゃい、ワダツ。もう体をいじめ抜く作業だからな。体をいじめていじめていじめ抜いて、でもね、一瞬だけキラキラしたものがあるんですよ。毎日辛くて、毎日さ叩かれて嫌な思いしてるけど、一瞬だけキラキラしたものがあるんですよ、頑張ってるとね。事件だなこれ。どうしよう、どうやって撮ろうかな。失敗したなこれ。これ以上長くできねえな、やべえな。どうしよう、失敗した。どうすっかな、家に帰らねえとこれ直せねえな。一回勝つためにこんな苦しい思いしないといけないんだもん、嫌になっちゃうよな。なあ、たった一回だけ勝つためにさ、こんな辛い思いしないといけないの。まあね、でも負けるかもしんないんだぜ。結果は全て、そうそうそう、家庭なんてダメだよ。家庭が大事っていうのは負けたやつのセリフだからでしょ。勝ってる人はみんな結果だって言うでしょ。家庭が大事っていうのは敗者の言葉なんだよ。だから受け入れられるんだよ、多くの人がみんな負けてるから。
結果だよ。ごめん、今日下手したら縄跳びだけになっちゃうかも。今日まだ50回もできてないから申し訳ない。縄跳びだけになっちゃうかもしんない。ごめんね。なんとか今日100回連続でできるようになるまでにするんで。ごめんね、こんなつまんない配信1時間も見せて。ほんと申し訳ない。ほんとごめん。でも絶対勝つんで。シュールだね。これで強くなるのかな。不安だよ。縄跳びやって強くなるのかな。
さんまだやってたのかわらわら。足いて、まだやってます。まだ100回できてなくて、強くなんのかなこれ。マジ不安だよ。はい、ワード2、カエルさん。いらっしゃい。ありがとう。スタミナつく、スタミナが課題だからね。スタミナ、とりあえず9分間戦えないと意味ないから、全力マックスで9分。メロンさん、コンカメにぶつかってるね。壁にぶつかってるね。小学校の頃から苦手だったんだよ俺さ、逆立ちと逆上がり、未だにできないの。一生に一回もやったことないのが、懸垂と逆上がりと逆立ちなの。ね、縄跳び10回とかしかできなくて、全速持ってるし、超劣等生なんだよ。体育はいつも2。マジで無謀なチャレンジだよな。ビースケさん、今は信じてひたすらに頑張りましょう。そうだね、ドルさんの言うこと信じよう。ビースケさん、ありがとう。そうだね、ドルさんの言うこと信じよう。ありがとうございます、ありがとうございます。1643、壁は乗り越えられる。
54、やっと50、54、やっと半分か。よし、100まで半分、54回いった。54いきました。55、頑張ります。鶏肉くん、くそ、50は超えた。次の目標は80、75。医者店さん、それだけ縄跳びできるだけすごい。75行くか。ボクサーは30分ぐらい止まらないんだよ。100回どころじゃないよ、ずっとできるんだよ。ボクサーは30分とかずっと止まらないできるんだもん。フットワークは安定してるんだよ、疲れないんだよ。30分動き続けるってことができるんだもん。要は筋肉が固まったりとかリズム感狂ったりとか足がもたるからつまずくんだもん。あと一山だね、あと二山かな。よし、行きましょう。あと何分だ。みんないつも応援ありがとう。医者店さん、目標があるのはいいことだよね。そうだね、目標ないと僕は動けないタイプなんで、弱い人間なんで、目標設定毎日やってます。今日のトレーニングはこれが課題みたいな。ありがとう。カズさんいらっしゃい。スモモさん初見です。自分も格闘技やってます。ニャーさんはドツ、昨日買った縄跳び頑張れ。スモモさん、お互い頑張りましょう。
井さん、あ、格闘家なんですね。僕ファイターではないですけど、はい、ありがとうございます。嬉しいです。あの、格闘家ではないんですけど、絶対今回の試合勝ちたいと思ってるんで、頑張ります。スモモさん、ありがとう。ファイター尊敬してます。ありがとう。毎日これをやってんだもんね。すごいよ、ファイターは。淡々とやってんだぜ、これを。毎日誰も見てないところで。ですよね。スモモさん、縄跳びって有効なトレーニングなんですか、これ。これやったら強くなるんですか。だからいまいちなんでやってるのかよくわかんないです。強くなりたいんじゃない、勝ちたいんだよ。二射点さん、リズム感とか。リズム感か、スタミナ、リズム感、集中力か、そんな感じか。リズム感、ただ僕はボクシングなのでない。なるほどなるほど、総合かな。これ地味だな、これ地味だな、本当に地味だな。ロードワークと縄跳びきつい、きついし地味だな、本当地味な練習ほど嫌だな。いや、本当見てて思うでしょ。もう1時間以上やってんだよこれ。いやー、悔しいから100回やりたいんだよ。今55回が連続記録なのね。地味だろ。もう見てても面白くねえし、やってても面白くねえしさ。これきついぞ、ほんとに。なんだこの練習。な、泣けてくるよ。地味すぎるよね。
あ、体の温まり方は半端じゃないけどね、汗がすごい出る。シャドウやってる時の足の裏がつるんだけど、そこが効いてるから多分ね、あのボクシングと似てる筋肉は使ってると思う。1643、みんな地味な練習をしてますよ。本当だね、163、シュールだよね。いや、そう思う、申し訳ない、本当に見てる方もシュールだよね。全員シュールだからな。96人の物好きがいるんだよ。だ、32歳のおっさんが縄跳びしてる絵なんかどこが面白いんだっていう、どこが面白いのかって話だ。医者店さんスカート履いてやってくれ。そうだよね、笑いの要素欲しいよね。笑いの要素欲しいよ、本当に。シャドウやりてえよ。医者店さんやったら多分通報。シャドウやりたい。そうだね。東京先輩、おお、達彦さん、どうも。どうもどうも。ハッチアットマークひでもつかずみちライフ三ワード通。おお、ハッチいらっしゃい。地味な練習やってます。買ったよ、ドレさんに言われて。もう1時間ずっとやってんだよ、もう。ビースケさんちみたこのトレーニングしていつもの練習した時に違いが出ると楽しいだろう。そうだね、だ結果が出る。だってさ、ジャブ一発でさ4週間かかったんだよ、ジャブがまともに打てるまで。超辛かったよ。なんで俺ジャブ打ってんだろうって思ったもん。なんなんだよこれ。川崎さんはドツですと、リズム感、持久力などでフットワークが良くなります。もうやめたい、これもうやだ、これストレス溜まる、マジで。もうやだこれ。シャドウやりたい。ハートありがとう。
マジでこれやだ。もう一番嫌いな練習かもしんない。何これ、ロードワークの次に嫌いだわ。じゃあ縄跳びロードワークの順番で嫌い。ダメ、100回やるまでダメやんないと。これから温泉に行く青山、トレーニングを続けるカズミチ、絶対青山をボコボコにしてくれ。温泉行くの？あいつふざけんなよ、ほんと。俺も行きてえよ。3連休全部トレーニングだぞ俺。ふざけんじゃねえよ。メロンさんもうやめよう。舐めてんなあいつ。舐めてんなマジで。マジで舐めてんな、本当に。あいつ温泉行くの？ふざけんじゃねえよ。俺だって行きてえよ。ふざけんなよ、ちょっと。じゃあイライラする、タバコ吸おう。ふざけんなよ、ほんと。マジかよ、もう。こっちは1時間ずっと縄跳びだぞ、お前。ああ、イライラする、タバコ吸うわ。ふざけんなよ、レクチいらっしゃい。カップ天国また行こうな。対戦相手。いや、マジでイライラするわ。マジか。切れるだろう。もうずっとイライラしてんだよ。あいつの顔ぶん殴りたくて。ふざけんなよ。温泉かよ。マジか。超裏山けしからんよ。何のためにこんな汗か流してんだよ。あ、同い年なんですか、相撲さん。くそー。マジか。羨ましいな。こっちはさ、毎日毎日さ、ぶん殴られ、リスナーに笑われ、体中こうやってあざだらけになって。もう体中ボコボコになってこうやって。拳とかも痛いしさ。いいよ全然。リスナーはいいんだよ。リスナーは何してでもいいんだよ別に。対戦相手が舐め腐ってんのがすげえ腹立つ。俺と約束したんじゃねえのかよ、一番いい試合やろうなって。約束破れねえ、約束守れねえ男最低だよ。俺と一番いい試合しようなっつった電話何だったんだよ、青山よ。ふざけんじゃねえよ。バカロータリーさん、バーカ。マジで舐めてるわ。すげえムカつく。お前、俺とよ、最高の試合やろうっつったんじゃねえのかよ、青山よ。俺だけかよ、約束守るためによ、毎日頑張ってんの。男じゃねえだろ、そんなの。やる気がねえならリングから去れよ。マジ超悔しい。くそ。こっちは毎日バカみてえに練習してよ。めちゃめちゃ悔しいわ。いや、完全に舐められてるでしょ。ハエが止まりそうなパンチとか当たるわけねえとか。いや、俺は女を売るとか最低な行為だと思ってるから。女買うのも売るのもあんま好きじゃないね。うん。風船ありがとう。いや、マジでムカつく。記者会見あいつ来んの？どの面下げてくるつもりだあいつ。マジでマジでカツ入れよう記者会見で。ナマコさん怒ったれ。バレーニョアットマークとビン分担虎の顔さん、正直青山をしてるけど今の青山の状態はほんと対戦相手に失礼だよ。いや別に押すのは全然リスナーさんのさ自由だから、好きなファンを押していいと思うけど。いいよ別にトレーニングしなくて。じゃあ、うん、試合で見せてやるわ。いや、マジ腹立つわ。舐めてんだろ、マジで。毎日毎日ボコボコになりながらよ。俺、牙磨いてっかんな。
マジで殺すわ、試合会場で殺すわ、本当に。レフェリーがいるから止められるけど、マジで二度と俺と試合したくねえって思わせるわ。もう和道とは二度ともう戦いたくねえって。トレーニングしなくていけるって言ってた、マジで舐めてんな、本当に完全に舐めてるわ。俺は毎日やるから。メロンさん再起不能か。再起不能どころじゃないよ、もう前歯も全部折ってやるよ、鎖骨も全部折って、足も二度と歩けなくしてやるよ。医者店さん勝負の結果よりそれまでの過程ちゃんと見せるからな。いや結果が全てですよ、別に練習しなくていいと思ってるけど。俺とあいつは約束したんだよ、夜中放送会に電話かけてきて、うん、でこの大会で一番いい試合しようなっつったんだよ。ふざけんじゃねえよ、リスナーさんに一番思い出に残る試合しようっつったんじゃねえのかよ。やる気がねえんだったらボッコボコにすっかんな俺。アフロ君さん心折ってやりな。ボッコボコにしてやるよ。あ、マジで火ついた、クソムカついた、ボッコボコにしてやるわ。うわすげえムカついた、嘘つきだわあいつ、嘘つきのクズだよ。もう二度とイベント呼ばれねえようにしてやるよ。俺こっから駆け上がるから、このイベントきっかけに駆け上がるから、配信者としての格の違いを見せてやっから。恥ずかしくねえのかよ、ヒカル君の金魚の糞みてえにくっついてよ。プライドねえのかよ、配信者として。てめえで閲覧稼いでみろよ。まず決めた、ボコボコにする、殺すわあいつ、リングの上で殺す。レフェリーに止めてもらうことを祈りな、ほんと。保険入っとけって言っとけ、保険入っとけって言っとけ。さんそれやだ、ミラさん負けたら言い訳しそう、ユニチャとの名前出して。タカシさんタバコやめてスタミナって一番スタミナないと殴れない。タメゴさんカズミチはこびるから嫌いだって。こびてねえだろ、てめえにこびたことなんかねえわ。保険入っとけよ、マジでボコボコにすっかんな、マジでボコボコにすっから。でやることは縄跳びだからな、情けねえな。その必殺トレーニングが縄跳びだからな。はい、こっからシュールになります。こっからはシュール映像です。マサトさん、あいつをとことんやっちゃってください、応援してます。ふざけんなよこっちはよ、32位もなってぴょん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 してよ。ふざけんなよ。おびとさんスパーとかはしないんですか。スパーやってるよ、スパーやってる、やってる、スパーやってますよ。出口アットマークかずみ、それでお前こんだけさ火ついてもやることぴょんぴょんだから、ぶっ殺すって言った後ぴょん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 だから。冬の海最初に入ったのもワドさんやし、誰だよあいつ。あれちょっと画角が低すぎる。
温泉行きて、温泉行きたい、俺も温泉行きたい、正直羨ましい、羨ましいな、温泉行きたいよ、くそ、出口アットマーク風道おしさんぶりの温泉好き、出口アットマーク風道おしさんぶるいの、あー温泉行きたい、美味しいの食べたい、温泉行きたい、あくそ羨ましい、の温泉は最高そうです、アルさん煩悩を捨てよう仏教、ミースケさん心の叫び W、 アルさん米で出会いスパーリングした人は日曜日スパーリングの機会最後に設けるんで、LINE か DM ください、日曜日です、日曜日です、スパーもし希望する方は DM か LINE ください、時間にもよる、はい、募集しております、日曜日、都内で、3時集合ですね、昼の3時集合です、詳細はDM 送ります、仕事ですか、ごめんなさい、ご縁がなかったということで、ありがとうございます、お気持ちだけいただいてます、いただきます、だ本当に気持ちは感謝します、ありがとうございます、花火ありがとう、ハッチ、ハッチいつもありがとうね、夜なら行けた、申し訳ない、昼間なんですよ、
ただあのお気持ちだけは受け取っとくんで、ありがとうございます。和道さんレフェリー、ガチで有名レフェリーです。あーダメだ、続かねえな。くそ、レフェリーはあの K1 のレフェリーだからね、超有名レフェリーだよ。K1 のレフェリー、レフェリーに間違い絶対ないから。便所太郎さんの人脈だね。東京先輩アットマークたちひこさん、和田さんがレフェリー。レフェリー誰だっけ、名前知ってる人いる？俺レフェリーの人あんま詳しくないから分かんないんだけど、レフェリーで知ってる人いる？ホビトさんありがとね。誰だろうレフェリー、誰か知ってる人がいたらコメントで書いてください。和田レフェリーに勝田さんじゃないでしょ。ゲームの単車の虎のハゲ人、知らない誰その人が何すんの。ゲームの単車の虎のハゲ人誰だろう、有名な人なの、なんだろう。知らないその人。あるさん、ヤンキー雑誌のジャンプロードで一番有名かな。ヤンキー雑誌、はいはい、へえ。ジャンプロードの人なんだ。じゃあヤンキーの人？へえ。あ、そうなんだ。オビトさんありがとう。
スモンさんありがとうございます。ぜひフォローしていってください。ありがとうございます。ありがとう。温泉行きたいね、正直ね。俺もゆっくりお風呂浸かりたいよ。のはーっつって仲間と一緒にさ、彼女と一緒に温泉浸かってさ、あーでもねこうでもねってやりてえな。いいな温泉、羨ましい。ハッチアットマークひねもつかずみちライフ三和田恭平レフリー医者店さんわらわらわら贅沢美藤さんはどす頑張ってるな。マジかよ、マジかよ、贅沢人そう羨ましいんだけど、こっちは縄跳びだぜ、1時間半も縄跳びだよ、バカみてえによ。くそ悔しいわ。いいな温泉。アルさんごめんなさい、自分も温泉です。みんな温泉なの？足が動かなくなってきたな。いってえ、左足頑張ってください。左足痛えな。頑張るよ。みんな温泉かよ。温泉ブーム到来。かわやんさんこんばんは。こんばんは。なるこさんありがとう。ちょっとシャドウ軽くやろうかな。どうしよう、縄跳び続けた方がいいと思う。100回まで今記録が55なんだけど、縄跳びかシャドウか書いてください。縄跳びかシャドウか。てか今日充電してもう一回練習しようかな。シャドウやってないと不安だから。縄跳びかシャドウ選んでください。カエルさん縄跳び、縄跳びが1位。あー繁忙期だったもんね。縄跳び？縄跳びなの？マジで？嘘だろ？縄跳びかよもう。マジかよ。もうやだよ。もうやだよ。これ嫌いだわ。マジで？シャドウは充電したらまた2時間やるわ、後で。今日休みだから4時間やる。
つ、きっつ、舐めてるねマリアンさん。あいつはダメだわ、やる気ねえよ。そういうね、何かに取り組む姿勢はリスナーさんバカじゃないから全部見守ってくれるから、リスナーさんもバカじゃないから、あ、こいつはダメだなって、こんなにでかい企画なのに練習すらしなくて舐めてんだって、応援する気になんないよ、でしょ。そんな甘い世界じゃないよ配信は。みんな必死になってやってんだよ。まさとさんてるちゃんたばけもの。足が上がんなくなってきたな。選手としてはどうかわかんないけど、配信者としてダメ。それ水汲んでくるわ。水切れたから水汲んでくるわ。いいんじゃん別に、そんなん誰も認めねえよ。練習の量なんか関係ねえんだから、強いやつは練習しなくたって勝てんだからさ。才能が全てだよ。うん。そうそうそう。俺はだから別に練習しろって言ってるわけじゃないから。うん。温泉羨ましいって話だから。要約すると、温泉ふざけんなって話だから。ただの嫉妬です。だから弱いやつが練習するんだから。強いやつは練習しねえよ。それが勝負の世界でしょ？そういう世界で僕らはやってるんですよ。配信もそうだと思うよ。才能がある人だったら努力する必要ないんだよ。バレーニョアットマークロビン分担虎の顔さん、正直な話、何のための氷山で何のためのシェアハウス生活なのかわからない、練習もしてたの最初の。いやだから人間性が出るんだって、そういう時に本質みたいなのが。
結局ね、スポンサーさんがチャンスくれても生かせないやつっているんだよ。うん。でもそれはリスナーさんに対する裏切りだから、それはやっちゃダメだよ、配信者は。俺はドルさんからチャンスもらってるの。達彦さん、東京先輩からチャンスもらってるんだよ。タイガーからチャンスもらってるんだよ。ノンタンも毎日応援してくれてんだよ。リスナーさん見てみなよ。ワード頑張れ、ワード頑張れって。この人たち裏切ったらもう配信者として終わりだよ。やってけないよ。そんな甘い世界じゃないよ。努力は当たり前だから。最低条件だから。努力を努力だって言ってる時点でカッコ悪いから。努力なんか当たり前でしょ。勝社員だったら。俺は当たり前だと思ってるよ。こんなん努力でもなんでもねえよ。勝ちたかったらやることやんねえ。ありがとう。デビー、沖さん可愛いひな鳥をプレゼントしました。あ、ありがとうございます。アルさん支えてくれてる人に対しての姿勢だな。そう、それは配信者として一番大事なことだから。マリアン、サンカズミチさん、やっぱりかっこいい。それでも温泉は行きたいよ。それでも温泉は行きたいですよ。人間だもの。それは人間ですもん。温泉行きたいですよ。アルさん、当たり前のことなんだけど、それができない大人が多すぎるのも現実だよね。ゼロさん、温泉行きたいわ。帰りたい、もう帰りたいっつうか、シャドウやりたい俺。もうやだこれ。
ほなつさんはたつ。もうやだ縄跳び。嫌いだこれ、正直。このトレーニング嫌いだよ俺。もうやだ帰りたい。もうやだ嫌いほんと。俺トレーニングで嫌いとかあんま言わないでしょ。ほんとに嫌いこれ。これやだ。あーもう帰りたい、温泉入りたい。何この地味なトレーニング。何なんだよ。おい、稲田の久しぶり。もうやだよ、これ。これ本当に強くなんの？これ本当に強くなんのかな？マジで疑問だよ。どう思うみんな。交互にやってるんだよ。難しいんだよ。本当に。100回できないよ、もう俺さ。もう、ね、何を思い出すかっていうと、トラウマを思い出すの。小学2年生の頃、小学2年生の頃、俺縄跳び10回しかできなくて、これ体育の宿題だったの。夏休みの。で、10回どころか8回だったの、俺記録。もうだからトラウマ思い出すんだよ。俺が運動嫌いになったきっかけ縄跳びなんだわ。逆上がりできねえ、逆立ちできねえ、跳び箱も4段しか跳べないんだよ、俺。もうやだよ。もうトラウマ思い出すんだよ、ほんと。地味だぜ、これ。マジやだ。もう帰りたい、これ。シャドウやりたいよ。小学生の宿題だよ、これ。そうそうそう。格闘技の大会はですね、これですね。皆さん見に来てください。新競馬ファーストリング6月10日、土曜日ですね。僕の対戦相手は、今温泉に行ってる青山くん、24歳です。いや、きついよ。いやー、ダメ。なんか、一個形になんないと寝れないから、とりあえず100回やるまでやるわ。とりあえず残り時間、もう30分ぐらいで、あと 100回やろう。今の記録は65だっけ ?65 回だね。だってさ、ボクサーってこれ10分、20分、30分止まらないでできるんだよ。そこで初めて練習じゃん。俺まず練習になってないんだよ。練習の練習やってるんだよ。イライラする。練習の練習だよ。意味わかんないでしょ。レナタズ、3相手煽ってんじゃないの。練習早くこれをやんないと。ああ、2回かよ。2回。ああ。差はヤンサンプリするやつほど実らないよ。はあ。もうやだ。ありがとう、ヤンタン。くっそ。音楽聴くプレイヤーがこれデザリングで使ってるからダメなんですよ。
さんも縄を半分に切って100回飛んだ振りってのはどう？足が痛い。2時間やってるともう足痛い。足が上がらないよ。足が上がらないよ。2時間縄跳びきついよ。もう勘弁、これやらないとダメ？もう2時間やってんだよ、縄跳び。これの前枠からやってんだよ。これ前枠からやってんだよ、30分。もう2時間ぐらいやってんだよ。オッケーオッケー。歌いながら飛んでみるとか、英雄さん楽にやめよう。先通もしもし亀よ亀さんよ、コーラの中は栗だらけ、マロングラッセは美味しいな、ウサギがぴょんぴょん栗だらけ、もしもし亀よ。タバコ吸います。休憩します。ボルボさん泣いてる。もう泣けるわ。二重跳びできるわけねえだろ。もういいよ、傷が深まるだけだから。あ、風船効果ありがとう、エナタン。バカロータリーさん、病んでるな。病んでるな。メロンさん、100回できたらモンスターエナジー飲もう。そうだね。まさか100回縄跳びするやつがこんなにすごいことだと思わなかったわ。クラスで10人ぐらいいたよね、縄跳び100回連続できるやつ。小学生のクラスに10人ぐらいいるレベルだよね。こんなに大変だったとは。むしろ小学生に勝てないからね。縄跳び100とかだと体育5もらえるもんね。あ、理由は簡単です。僕はファイターじゃないからですね。もう2時間やってます。いやぁ、チャンピンに勝つかどうかとかいうよりも、まず自分に負けてるからね。小学生の自分超えられてねえかんな。きついわぁ。マジきついわぁ。いやー難しい。てか俺が運動音痴すぎるんだよ。とにかく運動全般が苦手なんだよ俺。そこ問題は、とにかく運動が下手っていう。こんな難しいとは思わなかったな。でもね、1回ぐらい見せたいよね。ありがとう、ハートありがとう。なんか全部がいいらしいよ。フットワーク、スタミナ、瞬発力、リズム感、そのボクサーに必要なその基本動作の全てが詰まってるんだって。だからスタミナがまず俺がダメなのと、俊敏さとかフットワーク、もう足がダメなんだって。だから縄跳びやりなさいって言われて、昨日。できるわけねえだろうがよ。レコーさん飛べるまで帰れません。そう。
今の記録65回。それなら誰でもできるじゃん。3分縄跳びなら誰でも、3分縄跳びどころか俺2時間やってんだって今。3分どころじゃねえよ。俺はもう2時間やってんだよ。3分でいいんだったらもうやめてるわ。俺だってやめてよ。分かってくれよ。もう2時間やってんだよ。どこにいるんだよ。32歳の運動神経ねえやつ、ずっと縄跳びやってるやつ。逆上がりもできねえよ。懸垂もできねえよ。逆立ちもできねえよ。両足で飛んでもダメなんだよね。もうニルバーナでしょ。両足飛びもさっき試したんだけど、そっちだと20回で止まっちゃってた。もう辛いんだよ。本当にね、縄跳びやってごらん、今家の前で。できないから。マジで。おっさんなめんなよ。おっさんなめんなよ。マジで。年取るってこういうことだからな。もう悲壮感しかねえわ。タバコはやめる気ないんだよね。タバコやめたらストレスで死ぬの分かってるから俺。好きなものをやめる気がない。ただその代わり酒飲まないから。なんかそれは俺のライフスタイルだから。だから俺ファイターじゃないから。強くはなりたいけど、だから自分のやりたいことをやらないっていうのは人生で一番損してるっていうのが俺の考え方だから。うん、俺はメスピ。ハッチ花火ありがとう。そろそろ100出そうね。もうそろそろいいでしょ。ね、そう。イメージと体が追いついてこないんだよ。ね。あと、その後半で足がもう筋肉が動かないっていうのあるんだよ。そう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 。多分シャドウ3分もできないよ、みんな。短いんだよ。そうなんだよ。あの調整間違えちゃって家帰らないと直せないんだよね。
よ、これ考えたやつ。かよさん、短いのはきついよが漫画を。縄で飛ぶって誰が考えたんだよこれ。だんだん腹立ってきたわ。縄短い、誰だこれ。紐と紐で飛んだら楽しいなって言ったやつ、誰だよ。出てこいよ、誰だ。縄と縄をぴょんぴょんしたらめっちゃ楽しいなって言ったやつ、全然楽しくねえよ。全然楽しくねえわ。クソが。メロンさん、カズミチ。マッチさん、エアー縄跳びにすれば。ユウフトシさん、こわ。帰りたい。バレーニョアットマークロビン軍団トラの顔さん、一回木を縄でしばき倒そう。あー、しばきたいわ。縄跳び1878年ドイツから来たらしい。ドイツか、ドイツ人か、悪いやつは。強くなってきた感が皆無ですね。皆無です。どこが強くなってるのか一切理解できません。皆無です、全く実感ありません。地味だなこのトレーニング。え、何？ニャーさん、長さ調節して明日に頑張れば。何これ。いや、長さ調節じゃないよ。これ家に帰って充電したらもう2時間やるよ。シャドウやんないと寝れないから。トレーニングこれ半分だからね。充電がなくなるから一旦帰るだけで、またシャドウやりに行く、戻ってくるよ俺。バレーニョアットマークロビン軍団トラの顔さん、縄が黒いから見えにくくて引っかかかるってのもあるかも。やったぞ、勝ったぞ。
勝ったぞ俺は。俺は自分に勝ったぞ。やったやったよ、やったよ、やった。帰ろ、一旦帰ろ。やったやったよ、帰ろ。充電しよう一回。つらかった。ありがとうみんな、よかった。やったよし、自分を超えた。ゴミ片付けま、あーよかった。一回だけだけど、なんとかなんとかできた。バレーニョアットマークロビン軍団トラのバオさん、すごいな、集中力だったね。いやもう足が痛くてつってて、ふわふわさんはドッグゲストの岩橋健一郎って知ってる？知らん。誰それ、岩木さん？岩木さんわかんないな、何の人？メロンさん、自分に勝ったでやめることもできた。そうだね、自分に勝ったね。みんなのおかげだよ、ありがとう。勝ったよ、今日も勝ったよ俺は。バレーニョアットマークロビン軍団トラの顔さん、飛んだ時靴がぶつかるリズムで成功したのかな。いやもうね、気合理屈じゃない、もう飛ぶって決めた。毎回決めてたんだけど足思いっきり上げてゆっくり飛んだ。とりあえず100飛ぶっていう。人間やる気になったら何でもできるな。とりあえず小学2年生のトラウマは克服したよ。やってやったよ。うん、忘れ物ないようにする。この角度懐かしいな。この角度懐かしいね。和道リスナーだったらあって思うよね。そうだね、みんなで勝ち取ったね。リスナーと配信者が一体となってね、みんながね、もうやめてシャドウ やろうぜっつったら終わりだったからね。みんなのおかげだよ。ゆめさんこんばんは、チルダおーハッチアットマークひでもつかずみライフあ、ゆめさんこんばんは。そうそう、心霊ね。フランス仏さん、かずみちさん頑張ってね。頑張るよ、ありがとう仏さん。あれ仏さんってあれか、ロハコさんのところの仏さんか。サムネが違うから気づかなかった。そっかそっか、仏さんあれだ、ロハコさんリスナーの仏さんだ。バックステージバスの人だよね。ちょっと試合当日ロハコさんお借りします。フランス仏さん、そうだよねそうだよね、思い出したわ。あー疲れた今日も。でも言っとくけど俺、ちなみに昨日蹴られた左足負傷しながらやったかんね。そこは結構肝だよ。体全開の時にやったんじゃなくて、負傷して足が上がらないぐらい痛いのに飛べたかんね。これは自信ついたわ。この練習は自信ついた。やる気になれば何とでもなるっていう言い訳はダメだね、やっぱ。結果だよね。結果が自信につながるんだ。縄跳び100回に大げさすぎるよ。
さん、おはようございます。お、乃木編いらっしゃい。一回帰宅して充電終わったらもう一回戻ってきて、シャドウ、今度はシャドウをみっちりやろうと思ってる、うん、今日パンチの練習できてないから2時間半ずっとやってたから。月産トレーナーついてますか？石川と和島のチーフトレーナー友達ですから必要なら言ってください。石川と和島の？マジっすか？え、でもお金かかっちゃうでしょ。俺貧乏だからさ、うん、トレーナーっていうかコーチは週1回だけ教わってます。練習終わったんじゃなくて縄跳びのなんて言うんだっけ、スキッピングっていうんだけど、ボクシングではそれを今日から始めて、うん、1回充電するために帰る。で帰ってきたらシャドウやるから。1回充電タイムで雑談やります。よし、じゃあ戻ろうか。戻ります。お水が美味しいよ。仏さん格闘技も精通してるんだね。あのね、配信ジムでね、配信ができないからそこが苦痛なんですよ。ほら、配信回さないところで練習するのダメだから、やっぱあくまで配信の企画だからさ、これは。この行くの早ない？マジで早い。帰宅しましょう。山ちゃんさん、リスナーとスパやればええのにわら。リスナーとスパーリングやってるよ俺。やってるやってる。日曜日だけね。動画残ってるよ。さっきもあの振り返る枠やってた。そうなんだよね。アルさん、ドレさんの閲覧爆発中です。練習見てるから嬉しい。ドレさんの閲覧爆発中？嘘。ドレさんなんかあったの？見てみようか。ドレさん人気出てきたよね最近ね。ドレさんはね、もともとねもっと人気があってよかったんだよ。配信のノウハウが分かってなかったんだよ。再評価が始まったんでしょう。いいじゃんいいじゃん。おーすごい、248。何やってんだろう、何枠やってんだろうな。すごいね。すごいすごい。キャバクラ配信？外配信やってんだ。珍しい。ドレさんはもっと評価されていい人だよ、あの人は。面白い人はね、どん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 評価された方がいいんだよ。それが正当な判断だから。これをでも縄跳び毎日やんないといけないかんな、つれえな。膝痛え。ボロボロ。筋トレやってるよ。
分一旦帰ってね、充電してもう一回戻ってくるね。もう一回公園行きます、夜中に。ありがとう、アキランさん。ありがとうございます。
宅です。家に着きました。ここだけだね、下町っぽい。ここはね、渋谷区と渋谷区と、中野区、要は区がね、3つ重なってるエリアなんですよ。そう。雨降るか。そしたらトレーニング中止しようね。今日は縄跳びだけで。ここだけですね。かっこいいよね、ドテラさん。ワド君が？あ、俺が？いや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 、そんなまたまた。デザインのことかと思ったよ。よし、帰宅しました。みんないつもありがとうね。釈迦のご飯取り替えてくるわ。帰宅しました。見えてる？充電中です。映ってる？釈迦ただいま。ご飯食べた？カズさん、のんたんいるかな？のんたんいないよ、今日は。帰った。トギヘッテン、室温症、3映像オフ。映像オッケー。シャカ、ただいま。元気出た？どうしたか？体重測らせて。おいで。どう？元気出たね。ちょっと軽いな。ちょっと軽いね、さ。でも前より重たくなったね。よかった。元気出たね。さあ、元気出たね。よかった、よかった。ゆっくり休みな。よかったよ。アクロ君さん、釈迦とか体操みたいな。ご飯？はいよ、はいよ。今作るから待って。ご飯もうなくなるから買わないとね。そうか。まあご飯作るから。はいよ、はいよ。ちょっと待って。カッチアットマークひでもすかずみちライフ3珍しい釈迦センターワット。はいよ。
いいよ、お水ゆっくり休んでいいよ。したか、うん、ご飯作ったよ。はい、みんなお疲れ。よいしょ。あー、ゆっくり、家が一番いいですな。お、サファイアいらっしゃい。帰宅しました。足が痛えな。練習中はね、そんな気になんないんだけど、練習後が痛いね。やっぱり練習後に来るものがあるよ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ。